全身麻痺で約1年前からリハビリを行っている方がいるんですけど、もう本当にモニターをつけたりしながら、チェックをしながらじゃないとリハビリできないというような状態の方の変化。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はとっても大切なお知らせをしていこうと思います。私は普段九州再生医療センターで再生医療を行っていまして、もう自分の体をね、いかにまた進化させようか、歩けるようにさせようかというようなリハビリをずっと行っているんですが、やっぱそういうリハビリを行っている中で、いろんな方々から脊髄損傷であったり脳血管障害であったり、いろんな障害を持っている方々から再生医療どうですかっていうふうにまた直接 DM をいただくこともたくさんあります。やっぱそういう中で、なかなかまあ DM でもいいんですけど、実際会ってお話ししたいな、もっと再生医療について少しやれるきっかけ、後押しができたらいいなというふうにいろいろ考えていた中で、今回、脳血管障害の方限定にはなるんですが、それに対してのセミナーを講義会さんとか、私の所属している N3 さんと一緒に行えることになりました。8月27日、場所は大阪になるんですが、アットビジネスセンタープライム新大阪店という会場で、2時半会場の3時から私と、あと今脳血管障害でリハビリを行っているももちゃんですね、 YouTube も行ってますが、ももちゃんと、いろんなこうお話をしたり、あとは、普段、私たちは YouTube で発信をしてますけども、それ以外でも発信をしてない、一般の方というんですか、一般の方も治療を行っていて、全身麻痺で約1年前からリハビリを行っている方がいるんですけど、もう本当にいいモニターをつけたりしながら、チェックをしながらじゃないとリハビリできないというような状態の方の変化、ものすごい、私はもういつもリハビリを見ててものすごい変化とかあるんですが、そういったお話は、そのセミナー、オフラインだからこそできるお話、実際こうご家族のインタビューとかも行ってますので、そういったことをもとにこれだけやっぱりこう変化があるんだよっていうことを皆様にお伝えできるセミナーになっているんじゃないかなというふうに思います。で、限定18組になるんですよね。で、今回やっぱりこう福岡で治療するってなると、なかなか遠いんだよね、やりたいけどいけないんだよねっていう声もありまして、9月頃ですかね、東京と大阪に新しくその幹細胞治療ができるクリニックが立ち上がるんですよ。それを記念したセミナーにもなるので、ちょっと私とかももちゃんとか、こういろんな当事者の方の声を聞いてる時に、やっぱりお金の問題っていうのがどうしてもついてくるっていうのを分かっていて、なんかそのお金の問題をどうにかクリアできないかな、全部じゃなくても何かもう少しやれるきっかけをできないかなと、その講義会さんの方にいろいろお話をして、で、今回のセミナー本当に特別に、ももちゃんと私がこういっぱいいっぱい言ったから叶ったことではあるんですけども、特別に今回はそのカウンセリングも、普段は有料なんですが、カウンセリングを無料にしていただいて、あとは治療費も割引を、その時に決めたり、そのセミナーに参加した後に決めるっていう方に対しては、割引を適用してくださいっていうことをこうちょっとお願いして、いいでしょう、まこちゃんとももちゃんが言うんだったらいいでしょうということで掴み取った、もう本当に特別な特典ですので、脳血管障害の、当事者の方でも、あとはご家族の方でも、もう全身麻痺だからできないとかっていうわけではなくて、全身麻痺の方でもまずやっている事実があるので、ぜひ参加してね、本当にもっともっと自分がわからないことであったり、自分が抱えている悩みっていうのを、カウンセリングも含めて お話ししていただいて、で、あとは当事者である私とかももちゃんとお話できる機会もありますので、
ぜひぜひ皆さん、本当限定18組であっという間に埋まっちゃうかもしれないので、この動画を見てもう気になったって思ったらすぐ申し込みしていただけたらと思います。申し込みはですね、概要欄の方に Google フォームのリンクを貼っておきますので、そちらから申し込みしていただけたらと思います。毎回本当に DM をいただいて、なかなかやっぱり会う機会っていうのがない中で、皆さんに会える時間が作れるっていうことは私自身も本当に楽しみにしています。そこで、こう悩んでる人たちの後押しをできたらなと思いますので、会えるのを本当に本当に楽しみにしています。はい、ということで今日は8月27日の脳血管障害の方へのその再生量のねセミナーを行いますよという告知動画であります。じゃあ皆さん、お会いできるのを楽しみにしています。